浅井長政は信長の大志に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出した。また美濃を追われた後、朝倉家の客商となっていた明智光秀と再会を果たし、織田家に迎え入れる。その光秀の仲介により、信長は将軍家に仕える三淵富士秀と会見することとなった。観音寺城の戦い。信長殿、お初にお目にかかる。足利将軍家奉公衆、三淵富士秀と申す。おう、足利義輝公が三好松永に討たれて以降、京に将軍は不在であると聞くが。その義輝公の実弟足利義昭様が今は越前にあって京への帰還を望まれている。で、義昭殿が次の将軍になるためにこの俺に手を貸せと。義昭様が共にあれば上洛の大義も立ち、京にいる三好勢を逆賊として討てる。さらには信長殿の上洛戦に将軍家を助けんとする大名の助力も期待できよう。なるほどな。拒む理由もあるまい。この信長が義昭殿を京へとお連れしよう。いよいよ京へ向けて出陣か。天下一新を成すための戦、腕が鳴るぜ。南近江の六角勢は手ごわかろうが、長政がいるならばどうにかなろう。ああ、敵は甲賀の忍びどもを味方につけてるし、京を牛耳る三好三人衆も出てくるかもしれねえが、俺たちなら勝てる。それくらいでひるんでたら天下一新なんて夢のまた夢だろ。ひゃあ、こりゃまた頼もしい味方を得たもんですね。まったくだ。おかげで俺も気合い入ってきた。信長様、長政殿、今日まで一気に駆け抜けようぜ。僕の策に期待して。頼むぞ安兵衛。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。私の帰京を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。義昭殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう討ち死になされい。任された。合点承知。向こう一ついただきた。引かせていただこう。敵は義昭殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。うん、いいよ。足利義昭様ご帰京を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の龍が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだ。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。光秀、別動隊を率いて
出番だ。三つ栗城を落とせ。うん、いいよ。分かった、任せてくれ。終わり、成り上がりが調子に乗りおって、今日を滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。邪魔ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。何、誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三つ栗城を落とす。敵襲か。この城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを買っているようだ。忍びには忍びを。大釜の織田勢、あいつだ。準備しろ。ようやくか。マジくたびれたぜ。ヘイホーミー、ヘイホーミー、よっしゃあ、行くか。うるせえ。敵の仕掛けた術か。義明様こそ正当なる将軍位の継承者。正しきを歪める者どもに鉄槌を下さん。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。この辺りにいる一番偉そうな奴を撃てばいいんだよな。行くぜ。やっちゃおうか。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。まやかしとは誤釈な。義明様をお守りせねば。敵合点承知だ。よし、ぶっ飛ばす。滝川一正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。助かったようだな。皆大義、褒めて使わすぞ。義明様の御前に敵を寄せつけてはならん。上杉の兵を持って守りを固めよう。やっぱ強えな。降参だ降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捕らえておけ。月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。開門。味方の根源はあの忍びの仕業か。奴を撃ち、術を止めるのだ。俺は誰と戦っていたのだろう。
六角、いや敵は織田だったか。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。打つべき仇は信長。敵は観音寺城に迫る勢いだ。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。いいよ。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。これは一体。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。合点承知。三つ栗城に織田の旗印を掲げ見せつけよう。こっちにおいで。三つ栗城に織田の旗印が立ったらと。じゃあ北から来るのではなかったのか。六角をしのぐと言われた蒲生もこの程度か。ならば義方も恐れるに足らんな。うん、いいよ。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。三つ栗城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。三つ秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。奴らこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってな。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。任された。どんなもんじゃい。敵将、オイラが討ち取った。悔しいが、ここまでか。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。はい、おしまい。オイラの出番だ。軍師だって武働きしないとね。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。水上はおとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。どりゃ、任された。合点承知。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。小賀忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。来たな六角。みんなこの機を逃すな。カズージ無理と機械をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。
信長に向けて進軍せ、うん、やっちまうぞ。いい調子みたいだ。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。よし、この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが、かなう相手ではなかったか。敵将討ち取ったよ。あっぱれ、我らも続け。オイラの出番だ。うん、いいよ。ゴリャーゴリャーデラーヘッドどうにもならねえな。どいつもこいつも織田ごときに。えい、私が撃って出る。門を開けよ。開門。敵将撃ち取ったよ。耐えきれん、聞かせてもらう。見事、さらに精進せよ。敵将撃ち取ったよ。かなう相手ではなかったか。おいらの出番だ。地上は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。これで天下制筆とはいかないだろうが。ああ、是非に及ばずだ。信長様、こいつがわかるか。
異能での戦いの後、俺が預かったあの赤ん坊だ。そういうことか。あんた、俺の親父なんだろ？いつか会えると思ってたんだ。違う。またまた照れちゃって。あ、俺を娘とは認められねえ事情があるんだな。まあいいや、別に俺は姫様になりたいわけじゃねえ。忍びの技で親父の役に立ってやろうと思ってよ。はあ、光秀、この娘の面倒はお前に任せる。俺が？いきさつを聞く限り、年家殿が適任では。またさに小娘の世話などできると思うか？だな。光秀、頼んだぜ。わかった、預かろう。おい、お前、戦場にいた甲賀忍びだよな。こんなとこで何してんだ？あんた、忍びの顔をいちいち覚えているのか？ちょっとでも気になったやつの顔は忘れねえよ。お前みたいのが仲間だったらと思ってさ。おっと、名乗ってなかったな。オイラは羽柴秀吉ってんだ。お前、名は？中村和氏。中村？オイラが生まれた村の名と同じか。これも何かの縁だ。オイラの仲間になってくれねえか。俺が？あんたの仲間に？ああ、お前みたいな優秀な奴が必要なんだ。一緒にでっかい夢を叶えようぜ。いいだろな。夢を叶える？武士らしくもない言葉だ。だが、そういうのも面白いかもな。わかりました。ならばこれからは主と呼ばせてもらいます。